です、GO。 あ、いいタイミングできました。おうちご飯が続く今、ある調査によると料理疲れや味のマンネリなどが大きなストレスになっているそう。そんな中、今利用者が急増しているのが出張料理サービスのシェアダイン。プロの料理人が自宅にやってきて、家庭の要望に応えた食事を作り置きしてくれるんです。こんにちは。こんにちは。シェアダインから来ました、みさきです。よろしくお願いします。今回腕を振るってくれる出張シェフのみさきさん、大阪神戸をメインにサービスを提供しています。すごい今人気ですよね。そうですね、ご家族や単身の方も結構利用者増えていて、あのコロナの影響でシェフ側も、うん、あのお店とかあのお仕事がちょっとダメになってしまって、それであの登録されるシェフの方が結構多いみたいです。で、実際お店でこう料理を振るってる方がお家に来てご飯を作ってくれる。はい、はい、そうです。それはいいですね。今在籍しているという出張シェフはなんと1600人。その経歴も様々で、現役のレストランシェフや管理栄養士などといった食の専門家たちです。もともと料理教室の先生だった美咲さんは食育インストラクターの資格を持ち、商品監修やレシピ開発など手掛ける人気の出張シェフです。結構お客様によってご要望様々で、あの糖質制限されている方とか、あの食育お子さんがちょっと好き嫌いが ある方とか、いろいろあるので、それに合わせていろんなメニューをお作りしています。やっぱこう自分のレパートリーって限界があるから、はい、これで来てもらってそれぐらい作ってもらえるとめちゃめちゃ嬉しいですよね。およそ3時間の滞在で作る料理は12品前後。基本的に食材は利用者が準備しますが、30分調理時間を減らして買い物代行をお願いすることもできます。はい、ということでここからはリーダーカメラを使って料理の様子を撮影していきたいと思います。では早速ですが、料理の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回お願いしたのは4人家族を想定した作り置きご飯。何を作ってくれるのでしょうか。さあ、鶏が出てきました。鶏肉、鶏胸肉ですね。今回こちらでよだれ鶏を作ります。よだれ鶏は、はい、大好きです。あとであのお砂糖が入ってるお水にちょっと30分ぐらいつけるんですけど、はいはい、そうすることによって鶏胸肉ちょっと柔らかくなるので、ちょっと軽く穴開けてからつけます。プロのテクニックを間近で見られるのも出張シェフならでは、勉強になります。続いて取り出したのはブロッコリー。実は私ちょっと苦手な食材なんですよね。ブロッコリー結構女性に嬉しい栄養素がたくさんあって、はい、食物繊維とかビタミンもすごく豊富で、ポタージュにして今回はお作りするので。美味しそう。それはやっぱり苦手な食材をこう食べやすく調理してもらえるっていうのはめちゃくちゃありがたいですね。やっぱ自分で作ると避けちゃいますからね、はい、苦手な食材って。そうです ね。食べやすい工夫はもちろん、つい捨ててしまいがちな芯の部分も残さず使い切るんですね。ブロッコリーを下茹でしている間に次の調理が始まりました。あ、ナスをくり抜くんですかね、それは。あ、そうです。ナスのファルシです。ナスのファルシって何ですか。ナスのファルシはなんかこういうなんかくり抜いてナスを器にして、ここになんかこのくり抜いたナスを刻んだものと、あとひき肉とかを炒めて戻して、あのパン粉とか乗せてオーブンで焼く、オーブンで焼く料理ですね。美味しそう。シェフによって得意ジャンルも様々ですが、料理教室の先生だった美咲さんは身近な食材でできる家庭的な料理が売り、ナスのファルシも豊富なレパートリーがあってこそのメニューです。
か外にお出かけに行ったりとかお買い物しに行ってもいいですか？あ、お家にいてもらったり全然大丈夫で、途中で外出される方とかも結構多いです。なんかあの横で結構メモ取ってなんか作り方教えてくださいっていう方もいらっしゃいますね、うん、料理を学んでもよし、シェフに料理を任せて自分や家族との時間を有効活用できるのも嬉しいところ。さてさて、ブロッコリーのポタージュ作り、味付けして仕上げに入ったようです。ブロッコリーが苦手な私も飲めるでしょうか？味にしてみますか？いいんですか？美味しそうだなと思って。ではお言葉に甘えて。うん、全然わかんない。あ、よかったです。めちゃくちゃ美味しい。 ありがとうございます。そして調理はまだまだ続きます。次に作るのは炊き込みご飯ということですが、使う具材は材料、サバ缶使います。サバ缶？はい、サバ缶の炊き込みご飯。そうですね、結構ご自宅にサバ缶ってあまり、はい、余りがちだと思うので、お家に余りがちな食材や食料も積極的にメニューに。実際に使ってほしいものがあればリクエストできますよ。料理しながら洗い物もするんですね。そうです ね、結構シンクがパンパンになっちゃうので適度に洗い物しながらしてます。この後も美咲さんの手が止まることはありません。初めてのキッチンとは思えないほど無駄のない動きで手際よく調理を続けます。今それ蒸してるんですかね、お肉も。これ今焼いてますね、お肉。今この状どういう状態ですか、それは。今こっちのお鍋が低温調理で、今ハンバーグが、こちらのカレーは煮込んでいる状態になります。すごい、これこそ三刀流ですよ。美咲さん、3つのコンロを同時に使ってフル稼働。限られた時間の中で次々と料理を作っていきます。さあ、どんな料理が出来上がったんでしょうか？はい、ということで完成しました。すごい彩り綺麗、めちゃくちゃ美味しそうです。サバ缶を使った炊き込みご飯をはじめ、よだれ鶏に、美味しそう、ブロッコリーのポタージュ、ナスのファルシもいい感じに仕上がっています。今回は副菜など合わせ体に優しい作り置きご飯が14品、4人家族で夕食4日分に相当する料理の数です。サービスの料金は交通費込みで1回3時間で6800円から、食材費はかかるものの平均的な費用で換算すると1食あたり600円台から利用することができます。そして気になるその味はというと、うん、マジで美味しい。サバ缶と人参とほうれん草だけで作ったとは思えない上品な、もう料亭の味。素晴らしい。ありがとうございます。こちらは好き嫌いをしがちなお子様向けに作ったという野菜たっぷりの豆腐ハンバーグ。私の苦手な椎茸も入っているんですが、うん、柔らかくて美味しい。全然椎茸いないです。よかったです。この豆腐とお肉の優しい旨味で包んでくれてるんで、パクパク食べれますね。そしてルーを使わずにカレー粉から作ったバターチキンカレーは、玉ねぎの甘みとトマトの酸味が効いた優しい味わい。嬉しいアレンジもありました。味変ができるんですけど、辛さが足らない大人の方はカレー粉を足して、蜂蜜はお子さん向けでマイルドで召し上がっていただけたらと思います。さすがプロ、どれも安定の美味しさでした。本当に美味しかった。
調理後は作った料理の保存方法などの説明があり、アフターケアもバッチリ。サービスは単発のお試しプランからシェフごとに様々なプランが用意されていて、定期的に出張してくれる月額のサブスクもあるそうです。これはもう人気の秘密がよくわかりました。ありがとうございます。結構今リピーターの方も増えていて、いろんなシェフがいるので、同じシェフを指名するのもいいですし、いろんなシェフを試してみるのもいいですし、しかも本当プロの味をお家で楽しめるっていうのは、はい、めちゃめちゃ贅沢ですよね。ありがとうございます。でも皆さんぜひご利用ください。よろしくお願いします。お願いします。